ご覧のスポンサーの提供でお送りします。やっとや、いや、やっとですね。俺ほんまあのてるくんで、はい、とずっと撮りたくて。え、本当ですか。うん、ちょ、前半ちょっといろいろ喋っててんけど、はい、とてるくんのチャンネルで、てるの部屋やったっけ。あ、はい、でちょっとあのやってるんで、はい、いろんな話、で1時間ぐらい喋ってたんちゃう。いや、でもそうっすね、なんやかんや、うん、ほとんどノッコンさん喋ってくれてました。まあまあまあ、そうやな。僕も喋った10分ぐらいで。ここはでもちょっとテル君喋ってもらう。うちのチャンネルは喋るか。テル君が俺すごい、俺最近見ててすごい思うことあって、ぶっちゃけテル君に対して。え、これ YouTube 上の話ですか。リアルに見ててですか。怪獣ブレイキングだ。いや、まあまあ、いや、両方、両方。なんすか。アンポチャンネルやめた方がええんかなって。え、正味マジっすか。なんかそのなんていうの、こうやっぱりもう一人だけなんかちゃうやん、なんか温度差みたいな。ちょっとさっきもちょっとだけ触れたけど、この話こっちがっつりした。やっぱり周りも気づいてるんで、温度差みたいな、めっちゃあるやん温度差。実際思わんの、自分でやっててさ。はい、俺なんか格闘技に対する熱量がやっぱ2人と違うんで、そこに関してはあると思うんですね。いや、もうその時点で結構俺でかいと思う。例えば卓球部いてます、はい、卓球全国目指してるやついてます、バドミントン部が入ってきました、ちょっと卓球やりたいです、こんなんうまくいくわけがない。あ、そうです。何をしてる音や。もうあいつのチャンネルだったらいいじゃんみたいになってないですか。うーん、なってる音すごい。まあまあ、収まりましたね。いつまでも俺らに合わせられへん。いや、そう、忙しい、本当に。実際、そう、どうなんですか。で、なんか、ない、自分の中で思ってることはない。まあ、そこの、まあでも年とかは関係ないと思うんですよ、もうこの年になったら。そりゃそうやな、全く関係ないんですよ、本当に。そりゃそうや、でもなんか、あの、確かに気使ってくれてるのかなっていうのを感じたりしますね。あ、年上として。年上やから気使ってるってこと。まあ、ルキは結構本当にあのめっちゃちゃんとしてくれてるんですよ。はいはいはい、僕が年上、ルキはめっちゃなんてなあの上下関係めっちゃ、うんうんうん、ルキはあのやんちゃで育ってると思うんで、立ててくれるんですよ。うんうんうん、でもなんか YouTube で3人でなんか喋ってる時とか、うん、なんかすごいなんていうの。ジョリーの日はさ、なんか、いや、なんか、なんやかんやってすごい言うてるけどさ、テール君の場合さ、なんか、手痛いとか言ってたし、なんか温度差感じましたし、みたいな。パンパンパンって感じだったやんか。いや、あんなんとか、俺がテール君やったら、俺どっちかって気持ちテール君側やと思う。なんかこう、感受性とか。はい、あれ、俺やったら、そこは大人に俺はと思われへん。俺やったらね。それに関してはでも格闘技に対して熱量じゃないですかね。だから僕だから。でもあなたなんか遊びながらブレイキングに出たわけじゃないじゃないですか。ヒロミカワさんに対して一生懸命ねトレーニングしてたわ、はい、みんな知ってますよ。みんな知ってるはず。アンパも知ってるはず。逆にそこに対して僕がルキアに気使ってると思うんです。逆にルキアの時間を僕に使わんといてくれと思うんですよ。もうでも、そんなに答え出てないチームとして。あるそんなこと。僕はだから責任感だもん。僕はだから、ルキアは本当にチャンピオンになってほしいし、あの MMA で。練習ルキアと同じジムでやってるんですよ。ルキアもう来るし、僕も行くし。ってなった時に、ルキアが僕に使ってもらう時間がもったいないと思っちゃうんですよ。もう俺に使わんといてくれみたいな。ルキアはちゃんとめっちゃ教えてくれるんです。丁寧に教えてくれるんですよ。それが申し訳ないんですよ。俺そんなんもういい。え、もうその時点でだってもうチームから離れてるよ気持ちが。てる君だけ俺はもう僕一人でやりますってなってるってことやんか。いや、そうなんですよ。で、こうなってるわけやろ。いや、僕だから一人で自分であの出会ったパーソナルトレーナーとかを呼んで。俺だからあのアップしてる時も俺すごい、あ、てる君めっちゃ気使ってんだよなと思う。バンバンってやってさ、当てりたい、もういいわって言ってたのかもさ。気使ってたやん。
その前にアップしてたんですよ。おうおう疲れてたんです。その前にあなるほど、ね、アップ、そうです。でももうそこもさ、だって言われへんわけやん。ルールはルーク、俺もあのさっきやったからもうええで、ハハハとかじゃなかったんじゃない。だからルークが気持ちいいようにとりあえずルークに乗るけどでもさっきやったからもういいわっていう、このお互いの遠慮がこうすごいわけやんか。チームはやっぱりそうじゃない。まあね、そうじゃないと思う。だからもう抜けりゃいいんじゃないかな。何をしたいの。だってワンプルギアチャンネル、何だってもう目指せる方向が違うわけでしょ。あなたたち仲違いはしてないよ。でも違うよ、一緒なんて。普通にめっちゃ笑いますし面白いし。いやそんなもん誰とっても面白いでしょうよ。別にあいつらじゃなくて面白いでしょうよ。いてるでしょそら、誰とでも。あなたやったら面白い人いてる。でもやっぱり自分の人生変えてくれた人でもあるんで、うんうん、東京に呼んでくれて、うん、大阪おる時の僕が仕事してやってる時とかもう遊んだりしてたんですよ、うん、もうプライベートで、うんうんうん、ルキア試合前マッサージ、オリスパ、オリスパ、うんうん、行くわとか言ったり。大阪の時の方がなんかそのプライベートで会ってたと思う。ルキアも誘ってきてくれてたし。ああなるほどね。まあ、僕が結婚したっていうのもあって夜出られへんのもあるし、でもお酒も飲めなくなったんですよ今全く。で俺なんかテル君ってなんかすごいちゃうと思うの色。俺一番2回目がなんかアンポールギアとコラボしたの1回だけど、あいつジョリーと一緒に酒酔っ払って2時間遅刻してきて。そうやで。でもテル君は8時に集合やったな。テル君は7時半ぐらいに来て俺らをもう待っててくれてる状態やった。あ、ノッコンさん強くしてみたの。そう、ノッコンさん強くしてみたい時に、あの時テル君だけ、俺だってアンポルギアにドッキリかけられてる思ってたから、あいつを待たせたらどうなるのかってぐらい俺、だから俺なんかいろいろテル君とかされた。あれ結局テル君だけ早く来て、アンポルギアのジョリーは、あいつらはもう KY やから酒を飲みながら、ルキアに来てねんぜ、俺びっくりじゃん、ガッツのやつやんこれと、ドッキリちゃうかったよ。だからすごい温度はあんのよ、やっぱりそういうとこで。でも俺が、でも一つ懸念なんは、テル君があそこで、やっぱりこう、多分思ってたと思うの、テル君も。お前ら俺がこんな早く来て、何ノッポンさんとかとここ待たせてんねんから、一言言った方がいいよとか、やっぱなんか言ってないやん。やっぱり言わなあかんわけじゃないけど、気使ってるというか、あるやん。そこが多分そのミット殴った時に、いやもうええわって。言った時のあのあそこに結構つながってると思う。俺はな。そうなんだね。俺だってリーチマイルとかそんなもんお前遅刻してきた俺めちゃめちゃ言うでしょ。お前ハゲー言うて。お前何が言ってんのお前。俺が来てんねんかお前なんて来てへんねんとか、そんなぐらいならんとやっぱり。でかあとやっぱ3人で俺な、そういう構図になりやすいと思う。わかる。こいつらは気にしてなくてもやっぱり可愛がってまう。やっぱ格闘技やってる。こいつはなんかインフルエンサーでロンゲでなんかうろうろしてる。何してるかも分からへん。何目指してるかも分からへん。でやっとブレイキングダウンでミット持ったら思ったら右手痛いからええわっていう。こんなもんなんかもう言うたらこういうこうできてまうのは当たり前やねんけど、でもここの風通しは俺絶対よくしといた方がいいと思う。いやだからその親密やとなんていろいろ考えてもうてイライラしたことも出るけど、でも言われへんやんか。仲良かったりするとこれからもやっていかなあかんから、ある程度自分も殺しながらってやらなあかんから、フラストレーションが多分たまるんやと思う。でもそうチームじゃなかったら別にバーって言って遊ぶ時だけやから、フラストレーションがたまらんやん。だからもう抜けるか、もうここの風通しを俺はよくするべきなんじゃないかなってすごい思う。よくする。僕は別によくしいや、もうやめていや、そこの言葉ください。よくするならどういう、うん、いやだからルー君に気使わんかったり、だからルー君も気使ってるわけだから。テル君はそもそもルー君はもう年上やから、ルー君はもうなんていうの、もともと気使うとこがあるのよ。あの子は年上やから、年上っていうだけで年気使うやん。気使ったしね。言いたいことも言われへん、うん、僕が悪いじゃないですか。めっちゃそれは悪いよ。あ、山口の動画ありますか？分かる。山口の動画も言われたんですよ、うん、お前が悪いって、うん、お前ダサいでって言われた、うん、僕そんなでも
ど何が欲しい。だからアンボルキアと朝倉未来が喧嘩したもそうやけど、喧嘩っていうか、ね、イチャイチャなって、まあ、なんか2人まだ喋ってへんとか言うとったやん。あ、そうなんすか。なんかまだなんかそんな前みたいに喋ってないらしい、これも朝倉未来が年上やねんからアンボルキアに言うべきやねん。元気みたいな。これでもう言うたら年下のアンボルキアがああ、なんかすいませんってなるってもう終わりやのに、年上の朝倉未来がアンボルキアに気使ったりって言わんからずっとここは馬の馬けや。でも僕プライベート普通にいやそう仲いいのはできるでテレビで言いたいことを言ってないんだよ。うーん、そうなのかな。思わへん。だって それもなんかいや温度差違うんですとかって言ったとか寂しい気持ちなったわけや。なんで笑った？なんで笑った？なんで笑った？寂しい気持ちな。いや俺それは寂しいわとかさ、うん、なんかいや俺もジョリーと一緒になんか別ジョリーほど練習別に教えていらんけど、うん、熱量俺にも同じくらいくれよとか言えない、うん、全然ストレスが違うやんか。まあ基本的には僕みんなに気遣いますからね。あ、なるほどね。しんどいでしょ。そうし、まあまあでも家で癒されてるんで。その持って行き方さ。やめよやめよ今やめ今やめ今のやめよ今の。いやいやでもまあ、まあ、それは大事。まあ、今のは冗談ですけど。それは大事だよ。だからそうなんです。これ、ね、答えこれなんですよ。僕家から出ない。今それなんですよ。だから東京来て人と会ってない。ずっと家おる。奥さんとおる。それなんですよ。だってアンボルケに対して思うことジョリーが思うことってあるんやろ。お前思うこと近いな。アップすんなよ。なんかもっと僕のことをなんか可愛がってくださいぐらいで言おう。あ、そうやね、うん、あ、そうですね。うまい、さすがっすね。ありがとう。そうですね。まああの僕のね、まあジョリーのこと可愛がってるのも分かるんですけど、うんうん、まあ僕のことも可愛がっとちょっとぐらい気遣う。逆に気遣っちゃうから気遣わんといてほしい。なるほどね。まあでもまあでもやめた方がいいと思うわやっぱり。まあ結構まあそうで。うちリーチマイルドとんねんけど、もうクビにしようと思ってて。リーチマイルドの代わりに入ってこれ。いやでもそれは大丈夫です。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。